ちょっと言ってもらいたいと思います。そう、リファーガールズはね、お寿司屋さんへの、そう、そこはよね、一部の続きの罰ゲーム、もしかして。何やってるの？違う、お寿司屋さんへの愛を叫べるんだよ。そんなチャンスじゃないですよ。うまいこと言っちゃって。はい、じゃあ、ほらかちゃん、どうぞ。皆さん、今手に持っているカメラ、一回下ろして、私の方を真剣に見てください。見てください。真剣に見てください。真剣に見てください。カメラを下ろして。私のことを真剣に言ってください。理解の方いいですか？ある日、お姉ちゃんがあるものをとっても美味しそうに食べているんです。私がそれちょうだいちょうだいって強く言っても、お姉ちゃんはさらに強くダメダメダメよと言ってくるんです。でも私は次の日もその次の日も次の次の次の日も諦めれませんでした。そしてお姉ちゃんがシャワーを浴びていた日、俺はチャンスと思いました。そして私はシャワーの扉を静かに閉め、自分の家なのになぜか静かに歩いて、ブルブルと震える手に冷蔵庫に近づきました。そして冷蔵庫の戸をパンと思いっきり開けました。そうするとあったのです。ありました。私が食べたかったそのものが、私は感動のあまり抱きしめました。そして急いで蓋を開けて、親指と人差し指で急いでそのものを掴んで、ごくり、さすがバターだ、この感動はもう二度と味わえない、もう一度この感動を味わいたい。さあ、私が言ってたこのものは一体何なんでしょうか？そう、あげてください。